D 先輩です。ノクタン。D 子だよ、ノクタン。スマホゲーム、脱出ドラキュラ城。実況していきたいと思います。また珍しいわね。脱出ゲームをやったことない人のために、一応説明しておくと、画面上の至るところを調べて、鍵などを見つけ、部屋から脱出することが目的です。例えばここ。色が違ってて怪しいわね。こういうところを調べると、鍵が手に入ってドアが開く。そういうことです。なるほどね。まあこんなに単純ではないので、いろいろと仕掛けがあると思いますよ。本には大抵何か隠されてる。よしあった。やるじゃない。この鍵はおそらくあのキャビネットのものかな。お？おお、また鍵だ。鏡があったのね。今のはたまたまタップしたら当たってました。まあ基本は画面上をタップしまくることなので、どんどん調べていきましょう。おお、右に進んだら美女がいた。この子もさらわれたみたいね。お、それは今持ってる鍵ですね。もしかして仲間になるのかな？あ、鍵を選択してなかった。おお、素晴らしい。どこを見てそう言ったのかは、怖いから聞かないでおくよ。伯爵に捨てられた？変な趣味があるの？そうなんだ。裏山、恐ろしい。本音が漏れてるよ。え、普通は吸血鬼側の名前だけど。ちょっと、怪しいわね。あら、クリアした。ちょ、そうか広告が入るか。よし、こんな感じでプレイしていきますよ。次からは私の動きがわかるように、カーソルも入るように録画方法を変えました。ほんとだ。どこを触ってるの？嘘でしょ？マジでやった？ちょ、落ち着け。いつまで？マジかよ。怒らないですね。てっきり怒られてゲームオーバーとか、ちょっと期待しちゃいました。うお。あ、ちょ。このゲーム、HP 要素もあるようで、右上の心臓で表しているようです。もうやばそうだね。こうなるわけです。3回でアウトか。じゃあ改めて。オートセーブされてるみたい。左には何もないような。反応しないね。違うんです。胸を触ろうとか思ったことありません。ほんの数分前を忘れてるの。
狼。どういうこと？コウモリをどかさないといけないんだよな。もしくはオオカミか。触っちゃうと襲われるだけだしな。いなくなるわけでもない。うわぁ？オオカミも襲ってきた。次で死んじゃう。ただこのゲーム、この子に触ると回復できるみたいです。マジ？つまり触るのありなんだ。触り放題というわけです。放題じゃないから。むむ、こんなところにあったの。うわぁ、これは気づかなかったな。よくよく見てみるとちょっとだけ違ってたね。ほんとだ。まあこれで突破ということか。よし、クリア。ちょっと侵入って。いちいち反応しなくていいから。どうつけることはないかな、と。まあそんなことはどうでもいいか。次行きましょう。うわぁ。スケルトンか。いきなり手前へ。戻ることもできるのか。右にも行けるんだな。ちょ、やっぱりこういう展開か。普通に敵がいるのね。ドラキュラ城ですからね。松明は何かに使えそう。え、こんなのあった？わからなかった。今は意味ないようね。この剣で戦えってことかな。まあそうでしょうね。装備し直すのか。一回一回装備が外れるの。盾で弾かれちゃうからかしら。これ、聞いてなさそうですよね。やっぱり人か。メイスみたいなものはないのか。グー、バッタにも意味ないのか。じゃあ狼とか。意味ないの？あれ？ひたすらやってみれば盾を落とすとか。がっちり持ってるね。力持ちめ。骨だけのくせに。笑わせないで。おお。なるほど。時間によってポーズが変わるのか。襲ってこようとするところを逆に攻撃か。すぐ気づけなかったなぁ。3回で倒せました。ってマジかよ。何回も出てきそうね。でも倒し方がわかったら、スケルトンなんて問題ないですね。さあ来い来い。はっはっは。次のが来る前に行けってことか。じゃあ最後の悪あがきが来たね。さすがドラキュラ城。もう、何回も触るのに怒れない？やったー。この分ならどんどん進めるかもな。行けるとこまで行っちゃいましょう。何章まであるの？ 8 章までらしいですよ。そうなんだ。じゃあ次次。
今度はマミーか。ミイラ男ね。何かありそうなのにない。うお。は？どうも、娘さんにはお世話になってます。そんなのうちのやつなの。ちょ、無敵パターンか。あ、わかったぞ。マミーは絶対炎に弱い。なるほど、燃やせばいいのね。ここじゃなくて、こっちだ。固定されてる。やり方があるのかな？今棒みたいなのがあったね。え、マジですか？つもりはないのに、連打してたらいきなり来てた。お、包帯か。なるほど、これに火をつけろと。さすがにそのままじゃ無理じゃない？何かに巻きたいですよね。剣でも良さそうだけど、やっぱり棒みたいなのが。さっきのに気づいてないのが痛いね。あれ？今なんかあったぞ。でしょ？襲われてる。おお、そういうことか。気づいてよかったね。でも包帯を棒に巻きつけたいんだよな。どうやるの？知らないよ。詳細に見たりできないの。操作方法をしっかり見たつもりですが、覚えてないな。あ、できた。ダブルタップでいいのか。ドラッグかと思った。よし、これでお手製松明の完成。やったー。さすがに倒した、のよね。これで起き上がってきたら漏らすかも。くぅ、なんていい子なんだ。さらにとどめを刺そうとしなくていいから。だ、大丈夫なんだね。よかったー。いろいろと考えすぎだよ。そうなのかな。じゃあこのまま次も行ってみよう。動く石像ならぬ、徘徊する鎧ですか。こういうの一番怖いよね。いきなりガタ、とかね。うん、それにしても襲ってこないな。待っててもダメ。動かないね。何きっかけなんだ。おお、なんか新しい武器ゲットしましたよ。しかも太ももに巻く打倒。私じゃなくてカーミラの太ももですよね。興奮しないで。
私が使うときどうするの？そこから取っていいの？まったく。こいつらじゃないのか。倒せないのかもね。いい線いってると思ったけどな。鎧には剣なんて効かなそうだし。そうだよね。あ、動いた。そうか、次に進もうとすればよかったのか。え、って、線で釣られてる。操り人形なのね。これは割と簡単でしたね。で、びっくりしたー。雲？普通は上だよな。違うの。何かあるたびに触りに戻る。不安なんです。触ることで安心できます。災難だわー。多分投げナイフで倒すと思いますが、出てこないな。おお、いた。キモい。ちょ、姿を見せずに攻撃するなんて卑怯だぞ。よしよし。止まらないと当たらないのかな。とにかく倒せたね。ふう、これで終わりかな。平気ではありません。じゃなくて平気ではないです。よし。え、広告が。いちいち反応しないで。一つのステージは短めですね。謎解き次第では一瞬かもね。おお、ガスガス。ああ、また興奮しちゃう。困ったなー。どこだ、どこにいる？曲もそれっぽいし。右か。ハートを書くなし。バレた。締め出された。これは。おお、エロお、お願いしゃーす。む、むほ。なんてことなの。したいしたい。オッケー。もちろん。わーい。いえいえ、そんなことは。どれだけ魅了されてるのよ。やったー。あ。でも、本望。そのまま帰ってこなければいい。さすがに真面目にやりますか。
じゃあ、怒った。そりゃそうだよね。おお、カーミラちゃん。嬉しい。ああ、それはいけない。このお尻のおお。思った以上に怖かった。マジ勘弁です。峰打ちです。大丈夫。そんなに心配してたの。もう好きだな。え、もちろんですよ。べべ別に何も。挙動不審すぎる。もう、かわいすぎる。サキュバスも良かったけど、カーミラとずっと一緒にいたい。うん、いたいね。え。今度は首なしグラハンか。うお？女。まさかの女性タイプだった。く、見えそうになる。声？窓は出やがってー。窓の方も悪いから。これはやっぱり無敵なのかな。何かありそうだけど、お。金庫か。月のマーク。対応した鍵がありそうね。こっちにも金庫がありそうだけどな。戻るのか？別に何もないよな。お？あった？赤い鍵。ない、よな。でもさっきの金庫は、黄色い月のマークだから、イメージとしては黄色の鍵なんだけどな。ちょ、今度は青か。他の金庫を探した方が早いかな。試してみるか。だよなぁ。あった？しかも赤。じゃあ？これが本体ってことか。あちょ、声。ゾクッとするね。カーミラちゃんに癒されます。そうか、次でラストか。ついにドラキュラ伯爵がいるのね。いちいち可愛いな、もう。
車かしら。もう助からないのか。お父様？マジ？そんな。暴走した父を救いたいってこと。そんな事情がありそうね。オリジナルの吸血鬼ではないとか。でも名前はドラキュラなんだよね。うわぁ。これか。特に何もないのかな。倒せばいいのか。外した。しまった。銃は選び直さなくてもいいのか。つい癖で。失敗。あ、いいのか。なんだよ。びっくりした。おや？頑張ってー。やったか。お？まだかよ。暗闇のどこか。今までの暗闇を探るのかな。あ、まあ。大丈夫です、信じてますよ。マジ？もちろんです。ちゃんと見てますよ。ジロジロ見ないの。え？そんなこと言いました私。言っちゃったみたいね。ぐう、勝手に。この口目。おお、初めての共同作業ですか。伯爵に入刀、ってやかましいわ。ちょ、今までのステージを探すとかじゃないのか。なんだ。じゃあ行きますか。ほんとだ、人間みたいね。ごめん、カーミラちゃんのお父さん。じゃあ。終わったのか。は？嘘でしょ。嫌だ、嫌だ、嫌だ、嫌だ。やるの？
そう言いながらそっと銃を構えないでよ。これは、念のためです。マジか。この三つなら。まあね。間違ってたのか？そうなんだね。あ、そんな悲しそうな。これ、絶対本心じゃないですよ。ノーマルエンド1なのね。でも逃げるとか決闘するとか、良くなる気がしませんか？そうだよね。でもこの悲しそうな顔は、もう見たくありません。絶対幸せにしてやる。じゃあ次回、他のエンディングも、見ていきたいと思います。お楽しみに、ノクターン。どうなるのかしらね、ノクターン。